赤色担当哲也、ピンク矢野、青かなめ、紫アム、緑のふみ、白のゆき、せーの、セーブポイントでーす。若干一人体調が悪そう。あ、これは花粉なんで体調悪いとかじゃなくて、ません、今日はマスクつけさせて。今日はアムの持ち込み企画をさせていただきます。わーい。題して、エロそうでエロくない単語山手線。簡単にルールを説明すると、挙手制で5回笑ったら1週間 Twitter の名前に、名前の後ろにエロそうでエロくない単語を入れてもらいます。じゃあ早速ゲームいきますか。えい、それでは、よーい、ゴー。いや、今日マジやばいわ。セーブポイント。じゃあ、冬美から時計回りで、ちゃんと笑ったら、こうやってもう、あ、ストック、ね、ストックこうやって出しといて。5回も笑っていい？ 3 回ぐらい出しちゃう。3にする？うん、まあ、5だと多いから3にしよっか。エッチそうでエッチじゃない言葉、山手線スタート。マンゴーオップルジュース、栗まんじゅう、マンゲキョウ。ちょっと待って、その声ずるいやろ。普通だもんね、そうだよ。じゃあ次のから仕切り直しでやろう。じゃあ、はい、そんな湯の手屋から始まる山手線ゲーム、せーの、射精、なめこ、ピストル、栗だくさん。栗だくさんじゃないそれ。はい、シンキングタイム。シンキングタイム。ちなみになんだけど、栗だそもそも何？エロい方の栗？エロくない？お前は黙れ一回。マネージャー的にじゃあ、の今のはありかなしかだけじゃ。栗だくさん初めて聞いた。じゃあ、俺も1ポイントね。山の手線ゲーム、栗きんとん、おまころがし。また傷ついた。エッチ。一生懸命。エッチが言うたびに誰か笑った。一生懸命。俺からでいい。このままじゃいくね。うん。マンホール。チン。チン。チンチン列車。じゃあ、あれ今の。チンタメおもろい。ちんためやばい。考えてたの。今のためのチンはエロいチン。ダメよ先生。毎回。0.5。俺が？0.5。じゃあ俺も0.5ってこと？ああ。0.5ね。じゃあ金目から。はい。じゃあ行きます。せーの。アナリスト。カーパッション。カーパッションじゃないですか。カーパッションか。もうダメかもしれない。じゃあ俺もやるから、もう一人決めて。気づい。待って待って、ただただマイナスでしたね。俺ら二人にしよう。ちゃんとお願いして、カメラに向かって、カメラに向かってエロくお願いできたらいいよ。もう一回いい？おー、エッチじゃない？え、どう？お前変態だな。笑うのもだって下ネタで笑ってさっきのは、じゃあ予行練習ってことにします。ちょっと冬美があまりにもすぎたから。え、でもごめん、次のターンでも何も思い浮かばないもん。でも除外される状態で5人でやるってこと。あ、そう、あの、マジでもう浮かび上がらないから単語が。なるほどね。あの、マジでエロい単語しか思い浮かばない。そのたんび冬美のたんびにピーなんですよ。じゃあ俺からいきまーす、はい、せーの、乳液、満月、 AV 機器、アナウンサー、マンコ、牛乳、サックス。おお、難しい。イントネーションなんだよ。サックスだからね。そっか。チンアナ、あの、万華鏡。え、何言わなかったっけ。え、俺言ってない。全然、俺笑ったもんだって言っちゃうの。めっちゃ自分。
しかも1番2個目だよ2個目だよあ、そっかそう行くよちょっと笑わせに行こう成城石指サック優しい俺か一番不満たいなぶねゆきお前変態だななんか微妙なラインいくねドストレートじゃないかさおっさんなんだよワードセンスがのファックス金玉あ金の玉ってことそうバックアタックポケモンねたまたまウラジョボビッチうんダメちなみに何で笑ってんのじゃあ冬美から水漏れタイの実奥花子奥花子ずっとやつやから言ったけど俺思ったけど 鼻息荒かったもん今なんかミラジョボビッチが頭から離れたアナゴデンマークおおすごいすごい3ポイントセーブポイント終わったね外なかったでもちょっとこの企画面白いから俺も冬美と同じ立ち位置に何だってなんなるやんでももうここまで来たら俺はもう一旦エロい言葉を言いたいじゃあエロい言葉で締めてもいいどうぞだってずっと我慢してたもんね、うん、ずっと言いたかったチンチンもうないバイバーイクソ動画